パルタモは、フィンランド、カイヌー県の自治体、カヤーニ軍に属する。人口は4219人、面積は1138.98平方キロメートルであり、このうち215.57平方キロメートルは、水域面積になっている。人口密度は、平方キロメートルあたり4.6人。主に、コンティオマキとパルタモに地域が分かれており、 コンティオマキには600人余りが住んでいる。フィンランド語のみを公用語に指定している。パルタモに人が定住し始めたのは8500年前だとされている。今までで最も洗練されていると思われる発見はクマの頭の形をした何らかの兵器である。1552年にグスタフ・バーサオがオウルコの周辺の地域に住むようにといった形の命令している。 140の家族が命令によってこの地に訪れた。1555年には133の家族がいたとされている。パルタモの絵画教会は1726年にヨハン・シモン・ポイカ・クヌブによって建てられた。また、そこには4つの教会がある。フィンランド語系の叙情詩人で最も有名な絵の、レーノは、ホベロで1878年に生まれた。 このような歴史はあるが、現在のパルタモは徐々に衰退傾向にある。フィンランド語では、パルタモはタールを乗せたボートを意味している。その由来はパルタモの紋章金の裏地の上に書かれた3つのタールボートから来ている。ありがとうございます。